こんにちは、レガテドリブル塾です。今日はシュートトレーニングをちょっとやっていこうかなと思いました。よっしゃ、シュートやっぱ大事だからね。シュートはもう僕の永遠の課題です、ね、シュート練習したいと思ってた。ちょうど思ってた。いい提案してくれるね。OKOKOK 今日やるのはパリサンジェルマン式シュートトレーニング。パリ式ってあるんだ。ある。なんか今まではね、イングランド式とか、そうハーランド式とかやってきたさ、いろいろやってきたけど、今日はあの PSG、 このマーカーに対して当たらないようにシュートをうまく決める、実戦をイメージしてやるような感じだ。特にペナ内でのシュート決める、コントロールからシュートまで、トレーニングをやっていきたいと思います。いい練習だわ。早くやりたい。うつうつしてる。練習したい。いつもの企画系と違ってあんまり喋らないと思うんですけど、真面目なトレーニングを見ていただければなと思います。後ろに動画になるので、ぜひよかったと思ったら皆さん参考にしてみてください。そうだ、参考になれればでしょ。じゃあそれではやっていきましょう。はい、ということでシュートトレーニングやっていきたいと思います。こんな感じで三角コーンいくつか置いてるんですけど、これがディフェンスとして見立ててて、パスは向こうからこっちですね、こっちから横よりはちょっとマイナス気味の浮き球を出してもらって、ここのペナ付近でコントロールしてワントラップ入れてシュート、もしくはコントロールしてかわしてシュートっていう風に練習していきたいと思います。じゃあ容量似てるね。確かに。ファーストタッチが大事です。ああ、コース甘い。まあでもなんか一応イメージはあれだな、やっぱ。ちょっと試合のイメージ持てるわ。一周目でちょっと感覚掴んできたから、もっといいコースに打てるよ。でもいい練習だ。無視。いやネイマール。ネイマールっぽい。あ、これあるな。あるわ、ある。こういうのあるよ、絶対。ああ。やばい、失敗。ナイス。さっきは、とりあえず止めてからっていうのが多かったから、もう少し、よりシュートを早く打てるように、トラップ前からイメージしないといけない。止めてとりあえずドリブルじゃ、もう多分ここは遅い。今のはスーパーでしょ、今のは。今とっさに出たよ、今でも。あー、どこに打ってる。いや、もう普通に行っても本当の状況を想定してくれ、俺。キーパーかな。コース甘いんだよな。はい、次はちょっと場所を移動して右サイドからの落としのシュートやっていきたいと思います。ディフェンスの配置も少し移動させたので、この中でコントロールしてシュート、もしくはワントラップ入れてそのままシュート。このトレーニングもイングランド式同様、ファーストタッチがとっても大事になってくるので、ペナないっていうこともあるから、そのファーストタッチ入れてからどれだけ早くシュートまで持っていけるかっていうのも大事になってくると思うので、そこも意識しながらやっていきたいと思います。難しいな、ここ。いや、ファーストタッチに練習中。いやー、じゃあここまたちょっと変わるね。ちょっと試合意識しよう。チアゴちょっと入れてしまった。あ、チアゴね。こっち行こうとして、こう。マイナス。うっ。いやー、おい、いい。いやー、泥臭い。
はい、今それぞれ右と左でやったんで、これを今度は真ん中からイングランド式でディフェンス立ててシュート練習したいと思います。イングランド式はちょいちょいやったりするんで、その中でディフェンスがあるとどういうプレッシャーがあるのかとか、今回はパリサンジェルマン式風なんで必ずしもツータッチじゃなくて、さっきみたいにディフェンスかわしてシュートとかも OK でやっていきます。ディフェンス、ディフェンス、ワンタイク。うわ、予想外に早く、早いの来た。早かった。油断してた。いやー、いやね。決して、決して意地悪してるわけじゃないよ。トレーニングだからね。トレーニング。あれ、収めないと。あれ。あ、これ何のマジシュートまでも遅いし、あかんあかんあかん、狙いすぎて外すパターン。いやー、ちょっといいシュート打ててないな、全然。ちょっと集中力はまだ足りないんで、ここから対決形式でやっていきます。先に2点サイドネット決めたら勝ち。ゴーナイサチ、文句なしサイドネット。やばい。いやー、いいボールすぎた。うわー、イングランドシュート。ただでさえ難しいのに、これをディフェンスつけて、しかもサイドネットだけってかなり難易度高いですよ。でもまだ 1-0 なんで、ここで2点取れば勝てる可能性あるんで頑張ります。はい、そっち。こっからバック。いや、うまい。うわー。ここに来たらもうこれやん。うわー。やっぱここで決めて勝っとかないと次に繋がらないんで、練習だけど勝ちます。うわっ、いや、すごい、いやー、文句ない文句ない、アウトで逆、ナイスタッチ、やばい、やってるわ、これ待ってや、これ決めっすよ、待ってや、ナイスタッチ、あ、行こう、やばい、やばい、え、どっち今入った、サイドネットだけど、ちょっとトラップ悪いんでなしですよ、なし、トラップでかすぎたから、ナイスタッチ、あー、やばい、ミスったよ、やばい、甘すぎた、いやー、もったいない、はい、ごめん、やばー、うわー、最後はこれか、これが現実だ。よし。シュートレン楽しいね。いいトレーニングでありました。シュートレン楽しい。はい、ということで今日は PSG 式
シュートトレーニングということでちょっと Vlog を撮っていきました。右から左から真ん中からと、まあ、ディフェンス想定しながら減らないでのボールコントロールとシュートまでどれだけ早くいけるかっていう部分のトレーニングにめちゃくちゃ重要な要素が詰まったトレーニングになってたと思うので、ぜひ皆さんもこの動画を参考にしてチャレンジしてみてください。はい、ということで今日の動画はこれで以上になります。今日の動画が面白い役に立ったと思っていただけたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time.